あれ、リコは？食材持ってキッチン行きました。行きましたじゃねえ。夏のあれもう忘れたのか。体力回復どころか死人が出るぞ。できたわよ。栄養満点、特製ちゃんこ鍋よ。できちゃった。普通だと。なんなのよ、もう美味しそうとかあるでしょ。ごめん、意外すぎて。じゃあいただきます。待て、黒子くん、まず一口食べてごらんよ。喋り方が超怪しいんですけど。じゃあすみません、お先に。あれ、なんでバナナ入ってんの？レジ袋の中にあったから。デザートだよ、しかも丸ごとじゃん。だってバナナ美味しい。なんで片言なの？でへ、メンゴメンゴ。いつからそんなキャラになった？まあ気にすんなよヒューガー、他は普通みたいだし、バナナだけどけて食べれば。なんでイチゴ入ってんの？レジ袋の中にあったから。だからデザートだよ。ビタミン取れ。片言で命令系。ちょっと待ってください。あ？美味しいかもしれないです。食ってる？いける。マジ？あれ、こういうフルーティーな感じもいいかも。確かに。これはこれで。じゃあ。えへん。うまいです。みかんだ。桃。さくらんぼ。どうも。てめいつから？さっきからです。くそ、久しぶりだなこの感じ。鏡くん。あ。今日はありがとうございました。は？なんだよ急に。わかりません。試合が終わってみんなでご飯を食べて、ただそう思ったんです。鏡くんに会えて本当に良かった。たく、相変わらずこっぱずかしいことしれっと言うなてめえは。そうですか。それにそんな気楽なことばっかり言ってらんねえぞ。ウィンターカップはまだ始まったばかりだ。なのに俺たち精霊はほぼ全ての手の内さらけ出しちまった。この先今日よりも厳しい戦いが続くはずだ。じゃあ強くなるしかありませんね。もっと。ああそうだな。ダメージが遅れてやってくる鍋。にしても野菜や果物だけでどうやったらこんなことが。だからなんでサプリメント入れてんの、あの人。